第11試合はレジェンドオブメモリアルファイトと題して行われます。まずは赤コーナーのライオネス飛鳥、そして小倉由美両選手です。いやー、こうやって選手としてライト浴びるっていうのはどんな気分ですか？そうですね、やっぱいいもんですよね。なんか忘れ得たというか、こう奥の方に潜んでたものがなんか今日開花するぞみたいな。なるほどね。またあの後輩もね、どんなファイトを先輩が見せてくれるのかっていうのも期待してる部分も多いと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、結構そうやってプレッシャーで言えばプレッシャーだったんですけど、うん、まあ、とりあえず自分で決めたことですから、はい、あのしっかりけじめをつけられるような試合をしたいと思います。ここからはね、スタートということも聞いてますんで、はい、頑張ってください。頑張ります。さあ、そして小倉由美選手ですが、ずいぶんすっきりした感じがするんですけれども。だいぶ痩せましたので、普通の人間に戻りまして、はい、さあ今日は選手として登場ですけれども。はい、そうですね、みっともない試合をしないように頑張ります。はい、はい、いろいろねプレッシャーはあると思いますけれども、いい試合を見せてください。頑張ります。はい、そして青コーナーはジャガー横田、バイソン木村両選手です。本当になんかこう懐かしい雰囲気でいっぱいなんですけれども、今日どんな試合を見せてくれるんですか？まあ久しぶりですけどね、やっぱりジャガー横田の試合っていうのはこういうもんだっていうのを見せたいなという気はしますね。はい、普段はね解説ですけれど今日は自分がやる番ですね。あまりでかいこと言わなきゃよかったと後悔してますなるほどね、本当にね大人の試合を見せてください。はい、さあそしてバイソンも本当にトンファー懐かしいですね。久しぶりです。今日はどうですか？そうですね、自分も楽しんでお客さんにも楽しんでもらえる試合を、楽しさを思い出したいと思います。はい、本当にね期待してます。頑張ってください。少し姿が帰ってきました。小倉由美選手の入場です。
キングへのファイトにつながるか、ライオネス飛鳥選手の入場です。一斉に下げてきまして、青コーナー、ジャガー横田選手に、佐藤恵美様より花束が、そして森川由香様より激励賞が、赤コーナー、ライオネス飛鳥選手には、モアディープのモチ様より花束が贈られます。ただいまよりレジェンド・オブ・メモリアル・ファイト10分間エキビジョンマッチを行います。青コーナー160パンドバイソン・キムタウ、マスク135パンドジャガー横田、赤コーナー130パンド小倉由美、マスク170パンドライオネス飛鳥、レフェリー清水さん。さあ前半戦を締めくくるのは、まあなんともレジェンドオブメモリアルファイトと題されまして、まあ10分間のエキシビジョンではありますけれども、そうそうたるまあ前場のね女子プロレスの40年の歴史をですね、まあ支えてきた人たちといっては大げさかもしれませんけれども、そしてレフリージミー加山、さらには宇治家さんのね、宇治家リンガーナのコールで、レジェンドですね、メモリアルレジェンドですよね。ああ、いきなり、いやいやいや、ジャガーさんがこれはもう全くスプラッグを感じさせないようなスピードで、今のコッポーですね、コッポーですね。まあそしてアスカすごいなんか貫禄というか、まあ、結構渋いというか、団体旗揚げなんていうね、話もありましたから、あっ、アスカはなんか先日ね交通事故がありましたからね、そうなんですよ、その後遺症が、あっと裏からな、いや全くブランクを感じさせないこのジャガーの動き、右膝をね、あ、素晴らしいですね、飛鳥選手右は24針縫ったとかって言ってね、はい、ちょっとでも笑ってましたけど、まあ、かなりあの深い傷だったらしくて、はいはい、なんか3層に縫ったというふうにね、はい、言ってましたけれども、まあ、やっとギリギリ間に合ったという、いやそれにしてもジャガーの動きどうですか、お母さん。いや嬉しいですよね、本当に、やっぱりね、なんかこういうメモリアルの大会のたびに、あの OG が蘇るみたいな部分がありますよね、はいはい、そしてバイソン、お手先にショットが出るかと思いましたけれども、はい、さあ小倉由美とバイソン、今回小倉由美は急遽出てもらってる、急遽でしょう、はい、いやいやいや、さあバイソンだ、
本来バイソンが引退してなかったらですね、真っ先に対抗した女に、ね、そうですよね、なったような人ですからね。まあ今の女子プロレスで、女子プロレスの流星をまあ気づいた人といってもこれは過言ではないわけでしょ、はい、なんといってもこのバイソン木村と、そしてアジャコングブル中野らで支えられてきた、この女子プロレスの第一次のブームだったわけですけれども、ブランクなんか2年ほどで一番浅いというか、あの、はい、ね、短くてブランクが、はい、で体型もほとんど変わってないって言ったんで、そうですね、水着、当時の水着ですね、これで、あ、そうですか、みんなでも動きいいですね、はい、動きいいですよ、はい、まあ、かなり練習それぞれ ね、あの、道場通って練習を重ねていたということですけれども、うん、このアスカ対バイソンなんかもう夢の対決じゃないですか、夢のカードですよね、はい、さあ、アスカとバイソン、なんかアスカが言ってますけども、ええ、なんかバイソンもちょっと心を一つ決めた部分があるみたいですよ。あ、そうですか、はい、ついに、はい、まだはっきり分からないですけど、それがちらっと言ってましたね。あ、まあ、首の負傷ということでね、まだまだやれるという声の中、まあ、惜しまれて引退したこのバイソン木村、もうひょっとしたら来年の全場のこの、ね、はい、選手たちが核となる可能性だってありますよね。なるほどですので今日お手並み拝見ですよ、大伝のレッグボンバー出ましたよ。レッグボンバーなんて呼んでたんですよ。まあレグラリアとね、往年の技がポンポン出てきます。まあ、木村健吾のレグラリアというのももっと飛んでますから。はい。おっと。ああ、ヒップアタック。ヒップアタックだ。このね、ヒップアタックを今みんな受け継いできてますよ。もうね、お手本ですよね。はい、ね、工藤恵とかね。はい。まあ61年組っていうのは一番最初の、てこの最初の弟子なんで、はい、61年組にこのバイソン木村初めて今日組んだわけなんですけどね。なるほど。同期に鼻が高いって言ってましたよ。ああ、そうですか。もちろん試合もやったことないし組んだこともない、ね、なるほどね。アジャもね、誰も他の61年誰もやってないというね、はい、まあ、ジャガーは師範ですから、ジャガーは8年9ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。そうですね。一回アスカの引退試合で急遽出たことありましたけどね。まあ86年引退ですから、はい、まあ今94年、まあほぼ8年、そうですね、ある8年、はい、全くしかしこのブランコ感じさせないんじゃないですか。いや、ちょっと今懐かしい動きにしますよ、キーロックでぐるぐるっと回ってね、今見ないですね、これね。そういえば今見ないですよ、こういう動き。これもうここ3年ぐらい見てないですよ、こんなの。今回一番嬉しいのはやっぱりバイソンが出てきたことですよ ね、 すね、まさかというね、はい、バイソンはやっぱ固くなりにね、こういう試合をやらないということでしたからね、はい、やっぱ、まあ、しかしファンは望んでますから、ここに来てるファンでやっぱバイソン木村が見た人いると思うんですよね、はい、その思い出をやっぱり持ってる人が来てると思うんですよね、うん、まあ、ジャガーはもちろん僕らアスカっていうのはかつてを知らないかもしれないですけども、はい、かなりあの男のファンの人とかね、はい、だからバイソン木村の思い出っていうのはもうあの頃から男のファンをジャグンジャックが、そうですね、なんだユニバーサルを行って、に出てでこっちで全場へ引きつけてきたという、まあ最大の功労者といっても過言じゃないですよ、バイソン、やっぱり歓声多かったですね、さっき初登場して、はい、リングインした時はね。さあそしてまたバイソン対アスカ、何か、はい、10分エキシビジョンもったいないなというこの4選手の動きですね、これね、うん、やっぱり旗揚げしたらこのカードが出てくるじゃないですかいやいやいや、まあ、なんか本当にそんな話ありますけれども、はい、新人の時はちらっと当たったことあるらしいですけれどもね。あ、そうですか。変熟した者同士でね、はい、新しい試合がこのアスカのコスチューム昨日できたばっかりなんですよ、これは。なんか渋いじゃないですか、すごく、はい、昔の、ね、雰囲気をやっぱり醸し出してますよね、はい、昔もちょっと紺色のコップオフのやつを着てた、これ ね、 あったですね、あのバイソンアスカに STF かけたいと言ってたんですよ。なるほど、念願の STF でしょうか。リング中央ご覧のポジション。そういえば STF やってましたね。あのゼロシプロレスで STF を初めてやったのはバイソンじゃないですか。そうかもしれないですね、はい、今はね長谷川なんか得意技してますけれども、アジャコングなんかもジャパングランプリなんかの試合でアジャとやった時は全部苦しめましたよ。 STF で勝ってるじゃないですか、これバイソンがギブアップね。あと後ろ回し蹴り後頭部、アスカとしてもこれは本当にカンバックへの布石です、この第一戦ですからね、うん、はい、うわ強烈、今回のね戦いによっては今後のあれが占われちゃいますよね、はい、お客さんに今日はまあ楽しくやるなんて言ってましたけどもね、12月が本格復帰戦なんて言ってますけれども、なんかやっぱりアスカっていうものを心の片隅に残してお客さん帰ってもらいたいですよね。そうですね、その分そのためにやっぱアスカがなんかこうやるんだっていうところ見せないと、これ中心人物ですね。あ、これはあれだ、中心下げショップ、これが見たかった、
乱れ打ちですよ。乱れ打ちですか。今背中にも一発入れましたよ。出た手先チョップだ。なんか夢のシーンですよね。まさに。いやいや、アスカにバイソンが手先チョップをかける。もうあの髪型が今ちょっとストレートなだけで、昔と全然一緒ですよね。変わってないですよね、はい、バイソン木村。あ、出た、このミサイルキックは。もうジャガー絶対やるんですよ、これ、もう必ずやりますから、これ。もうこれやるためにジャガー復帰したいのもんですから、ミサイル。なるほど、おっと、小倉優美もどうしまして、素晴らしいですね、動きが。いやまあ一番ちょっとこの動き的にはね、フランクが大きくて心配された小倉由美ですけれども、まあハイパーキャットという時代もありましたしね、はい、小倉はですね、一昨年にあのリングリングリング長内さんの映画でやったんですよ、はいはいはい、いやしかし唸らせるファイトが目白押しです。まあジャガーの体が細いっていうのがやたらにこうトヨタマナミみたいな後ろから見ると、そうですね、そういう感じもありますが、そういう意味でトヨタと一回シングルやらせたいですね、お互い女子プロのバネ女子プロ一応、はい、やっぱり伝統への挑戦じゃないですけどね、はい、来年中にこれ計画してますからね。あ、いやいやいや、お母さんから言えば爆弾発言というか楽しみな発言。これでもジャガー十分いけますよ。もう北斗晶がね、死んでもレスラーだって言いましたけど、ジャガー横田は、はい、死んでもまだレスラーなんですよね。死んで生まれ変わってもまだレスラーですよ、顔がもうね、レスラーですからね、普通の状態でもですね。あっと、アスカがバイソンにサソリ固め、そして小倉がコブラツイストであります。うん、昭和のプロレスが爆発するか。いやいやいや、夢の組み合わせ。猪木と天竜がなんか何ですか、藤波調子でやったようなシーン。そうですよね、猪木と天竜、そうですよね。いやー、まあ、コブラツイスト説得力ありましたよ、はい、お、ああいう形じゃないかな。ポーンと乗ってしまって、今度はあーすごい、あ、危ない、振り子式でパワーボム、危ない危ない、あー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 、そのおっと首に抱えてエアプレススピン、ジャイアントスイング、いや驚きました。ジャイアントスイング、これはもう来年版ですか、95じゃないですか、95、あーバイソンも元祖ジミカイマー、あのトップロープ登ってもらいたい。ここで元祖ジャイアント、あー登った登った登りました、ジミカイマー登りました、これです、これが見たかった、これなんです。さあジミカイマーを写真撮ってもらいたい。ちょっと重かったからですかね。いやいやいや、何回言いました、今3回、今度あの横浜分隊で4回言いましたね。横浜はですね、井上京子とのジャイアントスイングタッグ実現するんですよ。はぁ、あ、さぁ、あと小倉に今度は毛先にチョップ。いやいやいや、小倉はもうついっていうか今でもそうですけど、一般人の生活してますからね、かなり衝撃があるんじゃないですかね。 いきなり毛先にチョップ街中で食らったら、これ普通失神しちゃいますからね。 あっと、危ない、いやー今7レシキのブレンバスターがちょっと崩れた形になりましたけども、メキシコ式のね、ローリングクラッチなんですけど、はい、トップロックから、はい、身についてますからね、そういうのがね、カストのメキシコ遠征とか流式じゃないですか。いや、クロスアームね、いやこれはクロスアームスープレックスですよ、クロスアームですね、要するにジャガー式ですよね。いや、ジャガー式は手打ちなんですよ、手打ちで、ジャガー式は手打ちなんですよ。あー、なるほど、もう組まなきゃダメなんですよ、ジャガー式は。普通のクロスアームスープレックスです、これジャガー式バックドロップスープレックス、これはジャガー式、この前足を抱えてカオルがやりましたね。カオル選手は吉野にやりましたけどね。おっと、なんすか、今度はタイガースープレックスでしょうか。タイガースープレックスですね。はい。いやいやいや、懐かしいシーンがね。菅原さん大興奮ですね。ドームに来たかありますよね、これは。走馬灯のように、はい、これなんか武道館が呼び合う。武道館の再現、武道館の再現、武道館の再現、うわーすごい、武道館の再現ですよ。すごい、あーそのままダイビングエルボーは、これはすかされてしまった。残り時間30秒、時間がない、もっと見たい、もっと見たい、ラスト10秒、アスカがジャガー式バックドロップレッドバイタイ、あーしかしジャーマンですか、高速ジャーマン、ラスト5秒、カウント2、ラスト5秒だ。さあ最後なんだ、ジャガー式、アスカもやり返してもらいたい、これをバックドロップ、ね、今宇治エビがなんかよく聞かせた、よく聞きましたね、最後にね、ちょっと長かった、1秒か2秒、あー今ね、場内超満員、いや私も興奮してしまいました、のファンから惜しみない拍手、いや急に音声が大きくなってすみません、いえいえいえ、うまく調節できてるでしょうか、はい、無料じゃないですか、でもね、もう
菅原さんのためにあっての試合じゃないですか今の。いやそうです感無量って表情が今。意外とお客さん浸透してましたね。私一人で興奮しましたけど。お客さんやっぱりあのね、あの新しいお客さんにしては。これはやっぱりね、まあ、前場からのプレゼントですよね、はい、やっぱり40周年の企画、これが最大の企画ですから、ね、はい、まあ、新しいお客さんも、まあ、先ほどちょっと入場時に前世の前世紀のね VTR 出ましたけれども、まあ改めてこのジャガー横田あるいはバイソン、そして小倉飛鳥、それぞれの選手の偉大さというのを新しいファンの方も感じ取ってくれたんじゃないか、そんな感じがいたします。まあしかしこれからは飛鳥の、まあ、旗揚げ宣言にもありましたけれども、この人たちが OG という出場ではなくてですね、現役のレスラーとして本格復帰、はいはい、もうどんどんねカードぶつけたいですよ。ああ、はい、そうですか。いやもうすでに小川さんも鼻息荒いというか、どうですか今日のこの4選手の仕上がり具合を見てというか、まだ調整、ね、うん、これ現役と比べてはいけないんですけども、はい、ただ気持ちはね伝わったんじゃないですか。うん、もう今からなんか夢のカードが小川さんの頭の中でこう組み合わされているのがね、今そばにいてよくわかるんですけれども、こういう写真がね、あの、はい、飾るんですよ雑誌を、この4人の、はい、いやこれシュープロの増刊号ちょっと大写真にしないとダメですかねこれね。いやもうすでに、ね、どうしましょうかね、私は担当なんですけど。あ、そうですか、ね、いやもうこれだけ興奮すればもう書くこといっぱいあるでしょう。いや今の全部録音してるとそのまま起こしてやがったです。というわけで前半担当菅原誠ですか。あ、どうもありがとうございました、はい、失礼しました。はい、リングの下からただただ拍手をするばかりでありましたが、エキシビションマッチの4選手こちらに来ていただきました。どうもお疲れ様でした。どうぞ中の方にお入りください。本当にいい試合をね見せてもらったなという感じしましたよ。ありがとうございます。いやでもやっぱり甘くないですね。あ、そう。今日はあのメモリアルファイトということで、あの皆さんの目も緩和大きい、目で見てくれてると思うんですけど、まあ、今日は自分の今日は自分の中で反省点全部見出して、4日の本格復帰にはね、あの今日皆さんががっかりした部分を、しっかりあの逆にさせるように頑張ります、うん、これが始まりにするということですね。後輩たちみんなよくやってますよ本当。でもこの汗どうですか、自分でまた流すことになりましたか。懐かしいですね。うん、でも昨夜はね、あれなんで復帰決めちゃったんだろうって一瞬ねすごい悩んだんですけど、一瞬ね本当に頭をよぎったんですけど、はい、やってみてあの合格点自分で取れなかったですけど、これはあの甘いかもしれないですけど、これを反省点として4日に臨みたいと思います。はい、これから期待してます。さあそして小倉由美選手、はい、まだまだね現役復帰しないなんておっしゃってますけど、できるんじゃないですか。いやもう自分で、もうやっぱり4年もブランクがあったんですけども、1ヶ月の間に体調を整えてきたつもりなんですが、やっぱり4年のブランクは多すぎますよね、うん、自分で思うようにできない、自分が早くてもう自分では動いてるつもりなのに動けない自分がとっても早くて、なんか皆さんにがっかりさせたような気がして申し訳ないです。いやいやいや、でも本当素晴らしいプレーでした、うん、さあそして中の方にどうぞどうぞ。もうね懐かしい技連発で、うん、もう涙出ましたよ。笑ってるよ。いやいやいや本当にもうリングの下でね、うん、三宅アナウンサーと2人でねもう手叩いてましたから。あ、三宅さん同期だからね私と。どうですか振り返ってこの試合。まあやっぱロータニムチってやったからね結構厳しかったけど楽しかったんじゃないでしょうか。悔しいけどさすがじゃがよくたでしたよ。悔しいけどさすがじゃがよくたでしたね。ね、そんな感じしましたよ本当に。いやうまい。いやこれから本当また頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、さあそしてバイソン木村選手です。どうぞもうちょっと中の方へ。楽しさ見つかりましたか。楽しさ見つかる前になんかもう反省点ばっかりで、うん、なんかやっぱり現役に一番近い2年しか経ってないんですけど、うん、やっぱり甘くないなってすごい感じました。でも下から見てる限りではやっぱり一番現役に近いかなというようなね見方もありましたけど、全然動けない。そうですか。でもこれからっていうのはどうですか。まだコメントできない。はい、あ、そうですか。はい、でも本当に4選手本当にありがとうございました。いい試合ありがとうございました。